V ロード第4節2戦目福岡ソフトバンクホークス対バッターボックスには根本が入ります。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたからここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたがここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の8回の裏ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。バッターは柳田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークス攻撃が噛み合い大量リードで、さてバッテリーはどう攻めてくるでしょうか。小宮山さん、そうですね、引っ張るバッターなんでインコースをうまく使ってファールでカウントを稼ぎたいですね。なるほど、そうですか。取った、一塁送球、これで3アウト、試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。